皆さんもこんにちは。絵画高等買取プロ集華堂の金子でございます。こちらは福田平八郎先生の絵でございます。この金で平八郎と書いてありますけども、非常に、まあ、晩年に近い作品なんかは、こういった太い平八郎という字でですね、金で、書かれておりますけれども、平八郎さん、もともと大分の出身でございまして、でその後は、まあ、ずっと京都画壇のお一人としてですね、京都伏見区にお住まいになって絵を描いてこられました。まあ、私も京都出身なので、あの平八郎先生の作品というのは非常に、まあ、こう身近に感じるわけでございますけども、特にやはりまっすぐ伸びる竹の絵なんていうのはですね、まあ、京都の美術館に行ってもですね、飾ってありましたし、私も非常にゆかりの深い作品でございました。京都市美術館なんか行きますとですね、この平八郎の、まあ、初期の代表作とも言われますけども、これですね、これ昭和7年第13回帝展に発表された作品ですけれども、もうこれなんか見た時に本当びっくりしましたね。まあ、これ、昭和7年もう戦前のですね、はるか前、昭和7年にですね、こんなにモダンな絵を描いていたんだと思いますとですね、もう平八郎のその初期の頃の絵というのはもう感銘せざるを得ないというふうに思うわけですけれども、まあ、一方で、京都のそういった丸山四条派のですね、こういった伝統の写実的な、いわゆるその日本画の境地というのも学びながらですね、一方でこうしたモダンな世界観を作り上げていたということで、まあ、本当に、何年先取りしてたんだろうというふうにもううなずいてしまいますけれども、これも昭和9年に描かれた菖蒲ですけれども、まあ、上から構図を取ってですね、非常に斬新な絵で描いてありますけれども、これも昭和9年、当時としては非常にモダンな描き方ではあったのではないだろうかと思います。まあ、そういった平八郎、非常にですね、多彩な画歴で、昭和20年30年40年代を駆け抜けた絵描きでございました。まあ、大正のですね、これは大正15年に描かれておりますけれども、こういった大正期は非常に落款がですね、細くて小さいんですけども、まあ、この時代はですね、そんなに、まあ、実は評価が高いわけではなくてですね、まあ、作品にもよるんですけど、数万円から十数万円というのが一つの大正期の作品の目安になってますね。で、まあ、それが昭和期に入ってきますと、だいたい100万円から何百万円単位という評価になってきまして、で、まあ、最終的に、まあ、こういった、これは昭和44年、もう亡くなる4年ほど前の作品ですけども、こういった作品になってきますと、やはり、何百万、あるいは、まあ、ちょっと時代がもう少し、5年ほど10年ほど前でしたら、もう何千万という金額もですね、評価されていた時代もありましたけれども、晩年に行くに従って非常に評価は上がってくる作家でございます。まあ、きちっとした知識でですね、平八郎の評価にもお答えしておりますので、ぜひ日本画のことなら集華堂、平八郎も含めてご相談をお待ちしております。絵画骨董買取プロではきちっとした日本画の知識でお答えさせていただいております。買取店だけではございません。私どもきちっと銀座の画廊に名を恥じないようにですね、精進してまいりますので、ぜひご相談ください。こちらのフリーダイヤルでまずお電話いただきますと、オペレーター丁寧にご案内させていただいております。私金子もですね、ご案内丁寧にさせていただきますので、ぜひ一度ご相談いただきますようにお待ちしております。